はい今回は吉野智子連合会の会長がインボイス制度に賛成しているおかしさこちらについて考えていきます今回もよろしくお願いいたします、まあ、この話ってあまり注目されていないんですがかなりおかしいわけですねこの吉野智子という人はこの連合会の会長ということで、まあ、日本労働組合、えー、まあ総合連合会の会長ということで この立場からすればインボイスに反対すると思うんですね。な,な,なぜならその免税事業者があもう大変なことになるということが分かっているにもかかわらずこの吉野智子はなぜかインボイス制度に賛成しているわけですよ。全く理解不能じゃないですか。 いいうう話話なんですよね今回のののっていうのはで、えーまあ、このインボイス制度っていうのは、まあ、世の中で、まあ、ある程度は認知されているということなんですが、まあ、あまり、えーまあ、知られていないこともあるみたいなので、えーまあ、分かりやすく、まあ、お話ししていくと、まあ、このインボイス制度っていうのは要するに今までの、まあ、免税事業者売上げが、ね、1000万円以下の方に関するその免税事業者に対する まあ実質の消費税増税増っていうことなわけですよ。まあ、ものすごく、まあ、シンプルに言うと1000万円以下の免税事業者の方に消費税が課されるとですね、それまでのように活動できないそれまでに生活ができないそういった声があり廃業せざるを得ないっていう人が大体3割ぐらいいるっていう、まあ、そのデータが出てるわけですよ。 で、いろんな各業界にあるんですがアニメの業界のクリエイターの方であるとかね、建設業界の方であるとか、まあ、そういった方たちが廃業をせざるを得ない状況にあるそれっていうのはまあ日本社会、日本経済の混乱につながるわけですよあるいはですね、そのアニメっていう日本の文化の破壊につながるそういったことなわけですね。 でここまでで考えるとその免税事業者だけの話と思うかもしれませんがそうではなく、えー、全日本国民に関係があるんですよ、このインボ,スイ,ンボイス制度が導入されるとあの電気料金が上がるっていうことが国会で分かっているんでつまりは電気料金が上がるって全日本国民の負担が増えるわけじゃないですかだからあの免税事業者のみならず全日本国民に負担が増えるこのインボイス制度なわけですね。 でこのインボイス制度に賛成している人とかあるいはです、ね、わけ分かりませんがインボイス制度について全くの誤解というか、まあ、デタラメを言っている人がいるんですけどインボイス制度というのはその消費税と、ねえー、まあ深く関係しているので。 あの猫ババしててるんんじゃないかとかとって言うんですねだこの消費税を、えー、消費者が払ってるっていうその間違いですねややこしい、えー、表現の間違いなんですがまず消費税っていうのは別に消費者は関係ないんですよ、この名前で勝手に混乱するんですけど消費税は消費者は関係ないんですね消費税っていうのは何かっていうきちんと定義がありまして事業者の直接税っていう定義があるんですよ。 で、えー、この消費税だから消費者がどうのこうのあ預かり税だとか預かり金だとかっていうんですが財務省がそんなことはないっていうことをきちんと言ってるわけですよだから別に消費税は預かり税でも預かり金でもない猫バ,バなどもありえない、うん、事業者の直接税ということなんでそういう話なんですが。 ネコボ,ボしてるんじゃないかとかとだから、このインボイス制度に賛成する者たちがそういった旗振り役をしているんじゃないかとそのように考えられると。 でこれインボイス制度の本当の目的っていうのははっきりとわからないんですがあこの、ね、免税事業者潰しとも取れますしそれ以上にこのインボイス制度をすることによってです、ね、ここから消費税を増税しようとしているそういった流れが考えられるわけですよあるいは今までその活動されてきた免税事業者がです、ね、失業したり 活動できなくなることによってその労働力を大企業がですね安い賃金で利用しようと、だから今までっていうのはそのね、えー、免税事業者の方がいらっしゃるんで、えー、まあ、なんていうのかなあその大企業経団連経済同友会とは別のところにいるわけじゃないですか。 だけど、その人たちがね、仕事がなくなったり、活動ができなくなることによって、その人たちも仕事をあせ,せ,せざるを得ない、他の仕事をねで、つまり大企業に安い賃金で利用されるその可能性がある、そういった懸念がある、えこのインボイス制度なんですね。で、えー、この賛成している人間というのは、財務省とか、まあ、岸田とか、まあ、今回、この、ね、吉野智子とかですけど、意味が分かりませんけど、 経済の流れからしておかしいんですよ。今っていうのは生活必需品の物価高で国民生活が厳しいわけですよ。僕も、まあ、リスナーさんもそうだと思います。ねえー、あ,らありとあらゆるものが高い、えー、さらにガス、ガソリン、電気も高い、えー、給料は16ヶ月連続手取りが下がる、うん、この疲弊した経済状況下の中でやることだったら減税しかないんですが、何を思ったのか知りませんが、ね、増税。 この消費税増税、インボイス制度は消費税増税をするっていう、まあ、そういういことを言っているわけですよ。で先ほどの話に戻るんですが、この吉野智子っていうのは、日本労働組合、えーまあ、総連合会会長ということなので、インボイス制度に反対すると思うじゃないですか、労働者たちがね。しかし、この吉野智子は言ったんですよ、インボイス制度を着実に導入すべきだと、おかしいのもいいところじゃないですか。わ、うん、わけからないでですよねでこの 吉野智子がこういうことを言ったことに対して、えー、いろんな反対意見というのが出てるんですよ。うん、この連合というのは、消費税増税、あるいはですね、えー、その復興税とかインボイス制度にも賛成しているということなんで、えー、労働者と対立する側にいると、本当にそう思います。あの連合というのは、えーこのね、労働者の味方ではないことが分かると。 でその経済界は消費税を、まあ、上げることを好む、消費税を好むということで、えまあ、経団連経済同友会っていうのは、消費税を法人税の穴埋めに使っているから、まあ、なんでしょうけど、こういった意見が出ているわけですね。で このインボイス制度っていうのに反対してる人っていうのはとても多くいるんですよ。先ほどお話したように個人とかフリーランスの人とか、えー、免税事業者の人たちが今までのように活動できない、ね仕事ができない、えー、そういう生活ができなくなるっていうことなんでものすごく多くの反対証明が出てるんですね。えー、今でですね、えー、2023年の9月の下旬かなで50万票の反対が出てるっていうことなんですよ。で、えー、50万票のおまあ過去最 最高の反対が出てるっていうにもかかわらず、これを強行すると、やめるっていうことを言ってないわけですから、でこの連合会会長の吉野智子もこのインボイス制度に賛成してるっておかしいのもいいところじゃないですか。だから、この連合の、ね、吉野智子っていうのも外国勢力の傘下であると考えられます。本来であれば、先ほどお話したように、ね、日本労働組合、 組合の、まあ、総連合の会長、まあ、連合のか人なんでね、うんあの、インボイスに反対すると思うわけですよ。だって、その、ねえ、コ、えー個人とかフリーランスとか免税事業者が活動できなくなるっていうことじゃないですか。 しかし、えー、賛成していると、だこの時点で分かることがあるんですね。連合っていうのも一切信用できない、うん、その日本国民の味方ではないっていうことが分かる。でえー、この話っていうのが、ですね1人でも多くの方に、えー、分かっていただければと思いまして、えー、お伝えさせていただきました。でえーまあ、僕はあの、まあ、リスナー様に何回かお話しさせていただいてますが、山本太郎さん、れいわ新選組があいいなと思って応援してるんですが、 山本太郎さんはこのインボイス制度に反対しております今のこの疲弊した経済状況の中において このインボイス制度という実質の消費税増税が入ると、さらに、えー、その経済が疲弊する、で人々が困ると、えー、いうことをおっしゃっているので、やはり山本太郎さんしかいないと思います、この本当ね、連合の会長であるこの吉野智子というのはとんでもない、えー、人間である、インボイス制度に賛成しているおかしい、つまりやはり外国勢力の傘下、まあの人間であることがわ、えー、かると思いますし、こちらの件ですね、一人でも多くの方にお分かりいただければと思いまして、今回は調べてお伝えさせていただきました。最後 最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございます今回はここで終わりです失礼いたします